おいらせ渓流と和田市の中心部、館長街通り。写真奥が、と和田湖方面と和田市は、青森県の南部地方、内陸部に位置する市である。旧上北郡。と和田八幡大国立公園があり、と和田湖やおいらせ渓流といった、継承地で知られる。県内では、第4位の人口を有しており、上北地域の中心都市でもある。現在のと和田市は、 2005年1月1日に、隣り合っていた戸和田市と戸和田湖町が、新設合併して誕生した。青森県内の40市町村のうち、青森市、八戸市、広崎市に次いで、第4位の人口を有し、面積は、六市、青森市に次いで、第3位の広さである。市西部に、八甲田山や戸和田八万大国立公園があり、特に、 トワダ湖やオイラセ経流が有名。産業面では農業が盛んで、ニンニクの市町村別の生産量では日本一を誇る。上北地域を主に管轄する国や県の機関が置かれており、地域の中心都市として発展してきた。2012年10月からは、周辺の旧市町村と上十三トワダ湖広域定住自立圏形成協定を締結し、 三沢空港や自衛隊基地などを有する三沢市と共に共同中心市となっている。近年はアートの街を掲げ、戸和田市現代美術館を各に一体的な街づくりを進める。中心市街地は格子上に整然と区画された街並みが特徴。特に戦後に整備された館長街通りは道に沿ってソメイヨシノなどが植樹されており、 市民の憩いのスポットとなっている。人口約6万人の半数以上は、東部の市街地に住む。市街地は、三本木地区に東西に約4キロメ4トル南北約4キロメートルの大きさで展開しており、市街地の南北を旧国道4号が、東西を国道102号が貫いている。その他の人口は、小平瀬川の川沿いや点在する集落に住む。 市の北西部は、八甲田山の山麓である。青森市との境には、の倉岳などの南八甲田連峰がそびえ、青森市側の田代平から続く牧場が広がっている。八地、猿倉、津田、焼山といった温泉が点在する。市の南西部も山地であり、主なものは、カルデラ湖であるとわだ湖、その外林山であるお花部山やとわだ山である。なお、 戸和田湖面場の県境は1871年の廃藩地県以来長らく未確定だった。2008年8月29日に青森市で開かれた北海道北東北知事サミットで湖面を青森県6、秋田県4の割合で確定することが決まり、同年12月25日の官報告示により137年目にして県境が定まった。 十和田湖の水が唯一流れ出る奥らせ川は、十和田湖東岸の根の口から北東に流れる。約2 0トル北に位置する、八甲田山陸などからの水も、奥らせ川に流れ込む。奥らせ川において、根の口から、焼け山焼け山までの、約1 4トルを、奥らせ渓流と呼ぶ。市の中部から、東部、さらに隣の六湖町へと、平坦な三本木原が広がる。 三本木原は、小い瀬川が流した土砂や、八甲田山からの火山灰が積もって作られた、鉱石平野である。小い瀬川は三本木原の南縁をさらに削って、東へ流れており、三本木原へ浄水するために、二戸別帯が開いたのが、人工河川である稲尾川である。市の北東部には、サドロ川が、北東に流れている。市の南東部は東西へ伸びる。 丘陵地であり、丘と丘との谷間を後藤川などが流れる。旧と和田市は、最も暑い8月の平均気温が、摂氏22度わずかに上回ることから、欠片の気候区分では、温暖湿潤気候と、西岸海洋性気候の境目にあたる。北海道ほど寒くはないが、稲作が容易でない気温でもある。降雨は、夏に多く、冬に少ない。一方、 トワダ湖の湖畔にある安宮は、最も寒い1月の平均気温が低く、摂氏3度を下回ることから、欠片の気候区分では乾帯湿潤気候に分けられる。旧トワダ湖町以外では、八甲田山の東に位置するため、太平洋側気候で、雪は、やや少ない。それでも2月には50センチメートル程度の積雪になり、豪雪地帯である。一方、 旧都和田湖町では雪が多くなり特別豪雪地帯で日本海側気候である。八甲田山から吹きつける寒冷な北西風は八甲田おろしと呼ばれる。5月6月には晴天が続くが土ぼこり混じりの強風が西から吹くことがある。ニット別田江が開拓にあたり暴風林を設けたのも西からの強風を防ぐためという。また、 数年から十数年に一度は、七月八月に、扁桃風がゆるゆると流れる年がある。そのような年は、蒸し暑く感じる日もカラッと晴れる日も稀で、薄暗い曇り空の日々が続き、しとしとと雨の降る日がたまにあり、米の収穫量はめっきり減る。十一月には、霜が降り、十二月には、雪が降る。もともと、十和田市のあたりは三本木原と呼ばれる。 後部の大地で、大地周辺に乾村が点在していた。高爆たる原野の様子は、1785年に、この地を訪れた、立花の南京の、ドンズーキに記されており、吉田松陰が、東北遊日記の中で荒野であると表している。開拓が始められたのは、1855年の時で、南部藩環状奉行の職を辞して、無益の荒野に、 開拓構想とロマンを追い続けた、ニトベ・イナゾの祖父のニトベ・ツタを中心に始められた。オイラセ川から水を引く計画に着手し、延長1万1362メートルのトンネル、陸関を貫通して、安政6年5月4日に、人工河川、稲尾川を完成させて飲水に成功し、開拓の基礎ができた。さらに、風の長男である、 ニットベ十二郎によって、市街地の開発が進められた。五番目上の都市計画は、京都を模範としたもので、上杉流病法に基づく設計と努力によって、現在のような市街地の形が作られていった。明治期には稲吉地区に、渋沢栄一の三本木渋沢農場が開拓され、現在の福島県伊達市等からの入植者が自治を、形成し、 農業林業と牧畜業の経営を進めた。1885年に陸軍が群馬局市調所を設置に群馬補充部三本儀支部と解消したことから馬さんが栄えた。同志の農事試験場で開発され、1949年から普及段階に移された稲の品種、藤坂5号は、 非常に例外に強く、山瀬が吹くために夏が霊涼なこの地域で急速に広まり、現在のような国倉地帯になった。現在、藤坂5号そのものはほとんど栽培されていないが、その遺伝子は多くの稲の品種に組み込まれている。2021年現在で栽培されている品種では、一目ぼれは藤坂5号のヤシャ語であり、秋田小町はライマゴである。 中心市街地がある三本木地区の開拓は、旧農林省によって、福島県西白川郡矢吹町、宮崎県小湯郡川南町とともに、国営開拓事業の成功例として、日本三大開拓地と称された。2002年からは三市町の間で、交流事業が始まり、現在まで小学生の総合派遣などが行われている。旧、戸和田市。 水野鎮公山田七次郎中村徹三道内、徳造中村徹三、1980年10月。1992年10月、3期、水野義美次、中野渡春を元、戸和田市、中野渡春を戸和田市出身の江戸秋則氏は、第49回総選挙から、青森県第1区に転出した。 戸和田おいらせ合同庁舎県立平成31年度、戸和田市データブックによると、15歳以上の就業者数は3万1098人で、第1次、産業12.2%、第2次、産業21.9%、第3次、産業61.9%。戸和田市は、人口約6万人ながら、青森県でも、 有数のスーパーマーケットの激戦区であり、流通大手の四景や地元資本の店など10、数店が競う。市中心部の商店街は、多くの地方都市と同様に空洞化が顕著である。一方、幹線道路沿いに、ドラッグストアや、家電量販店、医療品店など、大型店が多く出店している。2002年7月には愛阪地区にとはだ、南ショッピングセンター、 2005年9月には、戸和田バイパス沿いに、イオン戸和田ショッピングセンター。2006年3月には、戸和田観光電鉄本社跡地に、戸和田元町ショッピングセンターが開業した。東五番町には、アクロスプラザ、戸和田南が立地。2016年11月には、前述の戸和田元町 SC の近隣である旧、戸和田市駅跡地に、ユニバース。 戸和田東ショッピングセンターが新設され、7店舗が集積している。かつては商店街に2つのデパートが立ち並んでいたが、近郊の市町村に大型店が開店したことや、不況の煽りから客足が次第に減っていった。1999年8月に、松木屋が、2000年3月に、亀屋がそれぞれ閉店。松木屋とは、 一階部分がセリアなどが入居する、街の駅になったが、再開発に伴い2010年に閉鎖、建物は取り壊された。亀屋跡については、商工会議所の要望で2000年5月に一階部分に100円均一の、スーパーマーケット、タートルズプラザ、とはだ亀屋が開店したが、経営していた、亀屋南チェーンが2001年に経営破綻し、同年11月に閉店した。 その後は空き店舗状態が続き、2006年8月に解体された。2015年の農林水産省市町村別統計データによると、戸和田市では米や野菜、畜産物がバランスよく生産されており、県内有数の生産量を誇る作物が多いことが特徴。特にニンニクの市町村別の生産量は日本一を誇る。 戸和田市の経営工地面積は1万ヘクタールと総面積の14.5%を占め人工河川稲岡川の導水による三本木原開拓以来主に稲作を中心に発展してきた1個あたりの経営面積は3.3ヘクタールと比較的大規模で水稲、野菜、畜産などを組み合わせた複合経営の多い水稲については 旧戸和田市地区では、マッシグラ旧戸和田湖地区では、津軽ロマンを中心に、米作りが行われている。一方、1970年以降の生産調整により、現在では、市内の水田の約半分が添削となり、牧草などの飼料作物や、小麦、大豆、そば野菜類などが作付けされている。また、戸和田市を含む青森県南地域では、 梅雨の頃に太平洋側から福冷量な偏東風がしばしば農作物に悪影響を及ぼし特に1993年には皆無作という大例外となった野菜は生産量日本一のニンニク長ネギ長芋ごぼうなどが県内有数の産地となっているまた土壌診断を行って土作りにこだわり出荷時には糖度や 小産地の厳しい基準をクリアした安全なミネラル野菜の生産に取り組んでいる。果樹では近年新たな特産物としてブルーベリーの栽培が増加しており観光摘み取り園も開設されている。と和田市では農家がそれぞれの経営条件を活かして多様な作物を作付けしており今後は農産物の PR や販路の拡大 新たな農産物加工品の開発などにより、産地力の強化を目指している。青森県内40市町村のうち第4位に多い、人口を有する。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、4.06%減の63,429人であり、増減率は、県下40市町村中7位。 戸和田市立中央病院市内では主に馬術、相撲、サッカーが盛んで、1977年のアスナロ国体では、これらの競技会場に選ばれた。たびたび全日本大学選抜相撲や、全国高等学校自問選手権大会の会場となっているほか、サッカー J3、バンラーレ八のが、2013年の東北社会人、リーグ時代から、 ホームタウンの一つに登録している。十和田市は、約6万人と少なくない人口で、また、東京特部より広い面積を持つが、県内重市では、唯一、鉄道駅がない。また、高速道路も通っていない。十和田観光電鉄廃止以降、JTB 時刻表における市の中心駅は、十和田市中央。市中心部は、下田桃石インターチェンジから車で、 約30分、東北新幹線の7個と和田駅及び、八戸駅からは車やバスで、約20から40分、三沢空港からはタクシーで約40分の距離である。市内の観光ホテルや旅館によっては、近隣駅からの送迎サービスを行う施設がある。市内の公共交通は、路線バスが中心だが、周辺市町村への幹線道路や市街地の道路が、 比較的密に整備されており、自家用車があれば、生活に特に不便はない。東北自動車道と和田インターチェンジや JR、花尾線のと和田南駅は、と和田湖を挟んで対局の秋田県かずの市にあるため、青森県外から訪れる場合は、注意を要する。かつて存在した、鉄道路線、駅づた温泉。ありがとうございます。